今日は17日ですかね。目だけちょっとだけほんの少しだけメイクをします。今日は暑いですね。ね、なかなか涼しくならないですね。ちょっともういつもあっちに持っていって、いつもの場所でメイクしてるんですけど、もうここでやっちゃう。普通に暑いんですけど、あとなんか乾燥してきてるよね最近。そんなことないですか？乾燥してきてて、ちょっと目じゃない、喉がすごいカピカピな気がするんですよ。ちょっと待って、充電。出したあのことを見たいか。80人も見てびっくりしてるんだけど今やばい、80人に見られて嬉しい。これでもさ、私ちょっと待って、マジで40分ぐらいで終わんないといけないんで、
38分とかになったら教えてくださいますか、もしよければ。ファブリーズって何ものですかね、大丈夫そう。ファブリーズはてか今何分ですか、私の体感だと32分とかなんだけど、もうちょっといってるかな、いやそんないってないか、30分ぐらい、25分、なんかとかって、何やればいいんだろう。涙袋とか書いとく。オーディションの時とかはね、割と。てか普段も結構ナチュラルめの、ナチュラル風メイクが多いかなって。ナチュラル風メイクも Dior で、ぼかしていく。いや私さ、逆にさ、すっごいケバいメイク、なんて言うんだろう、なんか例えば日本人もあんまやってないけどさ、例えばギャルとかはやってるけど、なんかアイラインこうやって結構太めに引いたりとかあるじゃないですか。でも私そうしちゃうと本当にマジで性格きつい女みたいな感じの空気感になっちゃうんですよ。目とかがこうシュキッてもともとなってるから、そうなんですよ。だからまあでもこんな感じでいいんじゃないでしょうかっつって、このハイライト
まあハイライトなんて適当ですよ。唇がやばい、めっちゃ荒れてる。結構ちゃんとした食事してるんだけど、やっぱ私舐めちゃうんですよね唇を。それがダメだと思う。口内環境がめちゃくちゃ悪い気がする。口内炎とかが。まあ、いっか。まあ、いっか。これで、まつげ塗ったら、まあ、なんとか、なるんでないでしょ。ねえ、私、ここのさ、明かりが、ダメなのよここ。なんかあれでしょうか。これはさ、ちょっと美白加工されてるからいいと思うんだけど、めっちゃ黄色なの。だからここでメイクすると、普段のメイクとかだとね、色が分かんなくなるんですよ。だからいつも自然光でメイクしてるんですけど、もうちょっと時間がないのと。ショールームだと横だけど、この TikTok ライブだと縦だから置ける場所があるんですよ。横だとなかなか置けなくて、革命です、私の中での。AKB 時代から知ってます。ありがとうございます。この前も来てくれたよね、ライブに、配信に。今日はホチノと揃いの T シャツ着てます。こっちの同じオーディションじゃない。てかオーディションはね、事前に分かんないんですよ、誰が一緒って。まあいっか。今何分でしょうか。ナルトチャンネルで見てみさきちゃんのことしました。え、嬉しい。34分、あ、ちょうどいいかも。ナルトタオに会いたい。てかエイトのみんなに会いたい。普通に
全然合ってないですね。どうでしょう。お、38分です。ありがとうございます。よし、こんな感じっすかね。そろそろ出ますわ。今日って雨降らないよ。めちゃくちゃ天気悪いけど。いいや。じゃあありがとうございました。1位くにさん、2位横吉さん、3位 HT さん、4位お笑い番長さん、5位高い高井さん、ありがとうございました。それでは終わります。バイバーイ。ありがとうございました。短い間でしたが、バイバイ。